名古屋モスクは愛知県名古屋市にあるイスラム教のモスク及びそれを運営する宗教法人である。1998年に開設された。1936年に対日タタール人によって現在の名古屋市畜作に同盟の施設が日本で2番目のモスクとして開設され、1945年の名古屋大空襲で消失しているが、これとは別のものである。 名古屋周辺に在住するムスリムが1980年代から増加したことで礼拝場所が必要となったため募金活動によって4階建てビルを7000万円で購入して1998年に名古屋モスクを開設した2002年には宗教法人格を取得2008年7月には岐阜県岐阜市の岐阜大学の近くに岐阜マスジドを開設している礼拝以外に イスラム教に関する資料の配布、ムスリムに対する隠し手続きや証明書の発行なども行っている。ジャーナリストの安田光一によると、2015年、アイスセルによる日本人拘束事件でアイスセルに拘束された二人の日本人が殺害された直後から、名古屋モスクには脅迫、嫌がらせ電話、メールが相次いだ。ネット上のモスクを燃やしてやるという書き込みに対して、 名古屋モスクは初めて火災保険に加入した。同年2月、名古屋モスクは日本の報道機関が用いるイスラム国という故障に対して日本に暮らす大勢のムスリムへの偏見は大変深刻ですと声明を発表。国内外の様々なイスラーム団体やモスクと共同で報道機関に対してその故障をやめるよう要望書を出した。建物は4階建てで 敷地面積は61.7平方メートル。各階の割り当ては以下の通りである。名古屋モスクは日本初のモスクとされることがあるが、イスラーム研究者の田中広史文によると、これは1988年に刊行された日本イスラーム史にある、1931年には開設したと聞いているという記述による誤解である。ありがとうございます。